いっちゃんメリコです。夏休み明けは子どもの自殺が増えると言われています。今週と来週はその背景や対処についてお伝えします。今週は今子どもたちに何が起きているのか、新生会富山病院心療内科部長の明橋大二医師に聞きました。自分は生きている価値がないとか、そういうふうな、本当の命に関わる、死にたいという相談が増えているということも聞きますので、自殺願望を持っている子どもたちは非常に増えているという状況だと思うんですよね。小中高生の自殺者数の推移です。去年はこれまでで最多となったおととしより1人減り513人でしたが、高止まりしている状況は変わっていません。今の子どもたちに何が起きているのでしょうか。親にもですね、自分の悩みを言えない子どもが増えている。手首を切って保健室に、駆け込んでくる、あるいは保健室に、連れてこられる子どもたちがいるんですけども、そういう子どもたちが、一様に言うのはですね、もう親には言わないでくれっていうのは、なかなかその自分の悩みを誰も言えない、親にも言えない、自分の中で抱え込んでる、そういう子どもが増えてるんじゃないかなと思いますね。親に悩みを言えないのはどうしてでしょうか。子どもも親も忙しいと言いますか、一緒に過ごす時間がやはり昔に比べてやはり、随分減ってるんじゃないかと。なかなかその、ゆっくり話を聞く時間がない、これは決して親のせいというんじゃなくて、やはりこの社会自体がね、やはりそういう家族にとって、そのゆっくり話ができる、そういう時代じゃなくなっているということが非常に大きいんじゃないかと思いますけどね。親も余裕がなくなることで、子どもたちが悩みを抱え込み自殺を考えるケースがあります。親がしょっちゅう喧嘩ばっかりしていると、そういう中で子どもに居場所がないと、自分がその学校でいじめられててもそういうことをやっぱり家で言えないんですよね。それをやはり抱え込んでしまうという、やはり親が非常に厳しいと、もうしょっちゅう叱られると、いうことで、時には体罰を受けるとか、そういうことで生きていたくないと、小学生がね言っていたりね。悩みを親に打ち明けず抱え込む子どもにはどんな子が多いのでしょうか。繊細なところがあって、そういう例えば親が辛い思いしている時に、やっぱりそういう親の気持ちをすごく考えてしまって、で自分が親にこれ以上心配かけちゃいけないみたいな、そういう大人の気持ちをすごく考える、そういう子が結構いると思いますね。親が苦しんでたらもうこれ以上心配かけちゃいけないみたいに思っちゃう、優しい子が多い、かったりですね。これからの時期、突然子どもが学校に行きたくないと言ったら戸惑わない親はいません。この時期っていうと、やはりその学校が始まる、学校に行くことが辛くて、死にたくなるっていう子が多いわけですけども、もちろん学校は大事な場所ですけども、休んだとしてもいくらでも取り返しはつくし、だけどやはり死んでしまったら本当に取り返しはつかないので、何より大事なのは命ということをね、やはりみんなで、心に留めたいと思いますね。明橋医師は不登校について否定的に捉えるのではなく、死ななくて済んだ命と考えてほしいと話していました。次回は子どもの心の SOS と気がついた時の対処についてお伝えします。いっちゃんメリコでした。